緩やかなラインが美しい砂浜が続きます。京都洛北の山々から流れてきた川が鴨川と名を変えて市街地へ流れていくあたりに叡山電鉄の始発駅出町柳駅があります。叡電の愛称で親しまれている叡山電鉄は古都京都の北東部洛北の地を走る全長 14.4km の鉄道です。岡山鳥取間を走る JR の特急スーパー稲葉キハ187系。稲葉と白兎、地図線を走る特急の名前は古事記に記された神話稲葉の白ウサギから付けられました。四方を山に囲まれた地図は江戸時代に参勤交代の本陣が設けられ、地図塾は鳥取県内で最大の宿場町として栄えました。今も往時を忍ばせる古い町並みが残っています。地図塾の一角に国の有形文化財となっている石谷家住宅があります。およそ1万平方メートルの敷地に部屋数にして40余りという大規模な近代和風建築です。大正8年から10年の歳月をかけて改築されました。石谷家は1691年元禄時代の初め頃に鳥取城下からこの地に移り住み、代々卸問屋や山林業を営んで繁栄してきたと伝えられています。石谷家住宅は部屋の隅々まで細かい細工が施され、当時の建築技術の高さが伺えます。山口の市街地を離れて二保駅付近から勾配となり、短いトンネルが続きます。この辺りから中国山地に入っていきます。
新見から高橋川の支流西川に沿って進む特急やくも。かつてこの区間には全国の鉄道ファンを沸かせた光景がありました。D51 の30連石灰岩を満載した貨車を引っ張るため、3両の蒸気機関車の力を必要としたのです。特急やくもが備中幸次郎を通過します。JR 山陰本線出雲市駅に隣接する電鉄出雲市駅、山陰地方唯一の私鉄一畑電車の起点となる駅です。松江市へと向かう特急スーパーライナー。この車両はかつて京王電鉄で使用されていたものです。先頭にも元京王電鉄の車両、こちらは一畑電車用に改造され主に特急急行で運行されています。そしてもう一つ、元南海電鉄の車両3000系もここでは現役です。かつて高野線で活躍した急勾配を得意とする当時の高性能車両です。第7坂根トンネルを抜けると右側に大きく視界が開けます。まさにトグロを巻いたオロチのような奥出雲オロチループが見えます。国道314号に作られた日本最大級の二重ループです。そして谷底まで100メートルもある三井の大橋。絶対もう一回来てくださいね。お願いします。奥出雲オロチ号の旅はここでクライマックスを迎えます。三井原を出るとすぐ島根県から広島県に入り、30パーミルの下りの急勾配が続きます。奥出雲オロチ号も軽快に下っていきます。
木線のキハ120系気動車が新地駅から2時間半をかけて終点の備後落合駅に到着です。境線は勾配の少ない直線の線路が続きます。そのため遠くからでも近づいてくる列車を見ることができます。その姿はまさに妖怪列車。猫娘列車が弓ヶ浜駅に着きました。この駅から車で5分ほどのところにある弓ヶ浜展望台。境線が縦断する弓ヶ浜半島の日本海側には白砂の浜がおよそ20キロにもわたって続いています。夏には海水浴の家族客などでにぎわいます。その反対側、中海に面したところにあるのが米子水鳥公園です。海水と淡水が混ざる汽水湖としては日本で2番目に大きい中海。その豊富な餌を求めて多くの野鳥が飛来し、西日本最大の琥珀鳥の集団越冬地としても知られています。このセンターでは毎年およそ100種類、最大1万羽以上の野鳥の姿を観察できます。夏は鳥たちにとって子育ての季節。子供に泳ぎ方を教えるカイツブリなど貴重な生態を観察することができます。大山を背に列車はさらに北に向かいます。土産線では観光シーズンにトロッコ列車が運転されています。季節の風を体全体で受け止めながらゆったりとした列車の旅が味わえます。やがて四国三郎吉野川が作り上げた大自然の芸術、大ボケ小ボケと呼ばれる渓谷が車窓いっぱいに広がります。